今月23日関市にある道の駅平成、何やら人が集まっていました。そこにあったのは岐阜県の郷土料理とんちゃんです。お客には嬉しい試食販売。思わずうなるこのとんちゃん、新鮮な豚の内臓を郡上味噌を使ったタレに漬け込み、砂糖は使わず蜂蜜で天然の甘さを加えています。道の駅平成で1日およそ150袋を売り上げたこともあるというヒット商品です。秘伝のタレ極みのとんちゃん、試食販売しております。販売するのは地元関市の食品商社 R&S フーズの社長池村慎一郎さんです。道の駅平成が一番集客力があるというお話をお聞きしましたんで、ゲロのお客さんですね、日本全国ですね、来られるお客さんが多いもんですから、そこの道路の通過点というか、皆さんが立ち寄る場所にあるもんですから、美濃のソウルフードをですね、日本全国に発信したいという、もうその気持ち一本ですね。はい、この日池村さんが訪れたのは郡上市で食材の卸しを行うトラキア。 R&S フーズととんちゃんを共同開発しています。会議室で池村さんたちが新商品について話し合っていました。トラキアの社長臼田和弘さんにとんちゃんのパッケージを製造する美濃市の包装資材総合商社土本の社長土本康政さんです。もともと異業種交流会でちょっと知り合いまして、その後ですね、お互いにロータリークラブに入っておりまして、そういった形での交流がございまして、もっとクオリティをしっかりと高めたいということで、いいとこないかなということをちょっと探しましたら、ちょうど土本さんがトラキアさんといういい取引先ありますよということで、昔から僕に相談してくるんですよ。もう何かあるともう泣きついてきたりして、もう仕方なく応援をしてやってるということで岐阜県をどんどん広めていきたいなという気持ちは持ってますので、うってつけの商品になりました。勝手にガン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 マシンガンのように喋ってくるとんちゃんの話になると、それでこれはかなり熱い思いがある。ついアキナに志も持って見えるし、これはちょっとやっぱりどうでもやらないかなという、いやもう感謝しかございません。はい、もう本当に人との縁が全てをつなぐということで。こちらは R&S フーズの本社、従業員は池村さんの両親に、池村さんを合わせた3名だけです。もともと東京の食品商社で働いていた池村さんが2002年に会社を立ち上げました。地域に貢献したいということで、まあ、恩返しという意味で踏まえて、そういうことで独立しました。苦難の時期もだいぶありまして、まあ、トータルしたらもう本当に苦しかったなという。こう語る池村さんがなぜヒット商品を生み出すことができたのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。輸入食材や私が得意としているカニとかですね、それが、扱ってもらいまして、割と順調に推移していきまして、流れが変わったのはやはり餃子事件、そのあたりからちょっと輸入食材の需要が下がってしまいまして、土台であった売り上げが、少なくなっちゃったもんですから、北は北海道から南は沖縄までやっておりましたので、やはり沖縄出張する経費、北海道へ出張する経費、冷静に考えたらもうコスト倒れというんですか、やっぱりかなりあるんだなということを、やはりこう不良債権を抱えた中で自分を見つめ直して、そこでやはりもっと原点の原点に帰って、地元の食材を扱って、そこで地元に貢献して、まず土台をそこに持っていこうということで、人と人とのつながりが縁を結ぶ、
そして売り上げを結ぶ、地域に貢献するという、まあ、これはもう本当に変わらないですね。やはり助けられたのは人ですね、やっぱり。こちらは岐阜市にある人気の洋菓子店プルシック。店の厨房に池村さんの姿がありました。意見を交わしていたのは、全国的に有名なプリンを作ったことで知られるシェフの所博さん。新商品プリンタルトの開発に乗り出していたのです。岐阜市が誇る今卵を大ブランドですね、棚橋さんとですね、実は、知り合いまして、この卵を食べた時に衝撃を実は受けまして、以前からお世話になっております所シェフに何とかしてもらえないもんだろうかと思いまして、大ブランドを使ったスイーツを所シェフに提案をさせていただきました。もともと全国展開した企業にいましたけれど、ふるさとである岐阜にこうやってお店も構えて、岐阜発信でこう全国に何かを送りたいというイメージも持ってましたので、そういう意味では合致したのかな。岐阜を代表する土産物を目指して開発を続けていきます。地元のですね、まだまだ未開発というか、まだまだ広がってない商品がございますので、その栄養商品をですね、見つけてですね、もっと配信していきたいなと思いまして、要は育てていきたいということで思っております。中小規模の食品卸売業は、大資本による安売り店の全国規模での展開やインターネット販売が普及してきたことで苦境に立たされています。また輸入食材が品質問題を発生させるなど、外的要因の影響を大いに受け、大量販売して利益を確保する事業モデルは限界を迎えています。ご覧いただいた池村社長は、逆境の中で信頼できる名士たちとの出会いから、オリジナル商品の開発と販売に舵を切り、ヒット商品に育て上げました。環境が変化する中で、人と人とのつながりから自社商品を開発し、自ら小売業に乗り出したことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。